みなさんこんにちは、くるみどりチャンネル略してくるちゃん。今回は私が手元に持ってます、隣にいます、後ろにもいます、フィカスのことをお話ししようと思います。温帯地域、熱帯地域、本当に幅広いところに分布している大きな属種、フィカス属として有名で、観葉植物多くのものがフィカスうんちゃらかんちゃら、フィカスうんちゃらかんちゃら、皆様のご自宅にもあるかもしれません。なんと数字で言うと800種類ほどいるそうで、その中の全てを網羅することはできないんですけど、うちにいる植物も含めて後ほどご紹介していきます。フィカスはゴムの木と称されることが多いですね。これはゴムを作る成分がこの樹液から取れることから由来しています。この樹液、人の手に触れるとかぶれたり、もしくは手がただれたり、人にとってはあまり良くない成分が含まれているので、カットした時、もしくは折れてしまった時、そういった時フィカスの樹液は触らないように注意してあげてください。フィカスは800種類もあるだけあって、本当にバラエティ豊かで個性的な品種が揃っています。ここ私が持っているこれはフィカスルビー、こういった葉っぱにツヤがあり大判なものもあれば、カシワバゴム、こういった葉に特徴のあるもの、あと香木でもあるので、リビングを彩ってくれるインテリアグリーンのメインツリーにもなり得ますし、フミラのようなツル状のフィカスもいれば、フィカスベンジャミンと呼ばれるような葉っぱが薄く繊細なものもいたりします。他にはベンジャミンバロックって言って、もうくるくる葉っぱを巻いたような見た目がとっても可愛らしい品種もいるので、ぜひご自宅に合うもの、自身の好きなフィカス選んでみると楽しいと思います。今回はそのフィカス育て方、特徴ポイントお話ししていこうと思います。まずフィカスの育て方、水やりのタイミングとしては他の植物とあまり変わりません。土が乾いたらたっぷりの水やりは春から秋の成長期、冬は成長が緩やかになるので水やりを控えて2週間に1度ぐらい、土が乾いてからもう2、3日待って土の半分ぐらい湿る程度にお願いします。フィカスはこの大判な葉っぱ、どれも乾燥は苦手なので、成長期であれば葉水による乾燥を防ぐ、これは毎日してあげていいと思います。冬場も室内の環境によってはすごく乾燥するご自宅もあると思うので、臨機応変に週2から3、もしくは毎日を続けてもらってもいいかもしれません。フィカスは全般的に日当たりを好むので、ご自宅のカーテンレース越しの明るいところ、ご自宅の明るい日陰を選んで置いてあげてください。暑さに強い品種も多いので、春から秋の成長期であれば屋外での管理も可能ですが、これだけ観賞性の高い見た目の綺麗な葉の色をしたものが多いので、葉っぱを楽しむのであれば通年室内に置いて愛でてあげることもいいのかなと思います。日当たりを好む、また成長も比較的早いことから、結構太陽を探してスッスッと伸びることがあります。それは太陽を探して伸びる、太陽のある方に向かって伸びてしまうこともあるので、室内の置く場所は一箇所にそのまま固定してもらってもいいんですけど、たまにくるくると回転させてあげることをおすすめします。1週間に1度回転させるといった形で、ご自身の中のルーティーンで鉢を回してあげるっていうことをすると、まんべんなく日が当たる形のいいフィカスを継続して育てることができると思います。フィカスの病害虫の被害、ハダニや貝殻虫の被害が結構多く聞かれるので、毎日の葉水で予防してあげるのと同時に通気性を確保してあげてください。風通しが滞った場所、病害虫は好むので、ぜひ風通しを確保、そよそよと風が当たるようにしてあげて、そうすることで大きな葉っぱからの蒸散も促されて、その分根から十分に水分を吸ってくれます。根腐れをせず十分に水を吸っていれば、どん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 成長して大きくなっていく、成長してくれる観葉植物なので、ぜひその成長過程を楽しんでほしいです。現にこのルビーも今新芽が出ていて、とっ
っても優しい色合いで綺麗です。後で詳しくお伝えします。またフィカスは結構枝付きが柔らかいっていうのが特徴の一つです。なのでくるくる回ったように曲げられて仕立てられているものも多くあります。品種が多い、しかも曲げることもできるっていうので見た目もたくさんあって本当に選ぶのが楽しい観葉植物です。今例えば私が持っているこちらのフィカス、これを曲げるように育てることはできるのかっていうとこなんですけど、これはご自宅でも可能です。結構その曲げるの面白いかと思うんですけど、やり方は園芸用の針金、よく盆栽等でこう松の木とかが矯正されているあっちへこっちへ、その時針金を使って矯正してると思うんですけど、それと同様フィカスもゆっくりとしなるように曲げてあげて、それをワイヤーで固定します。もしそのワイヤーが、フィカスの力に負けてどうしても曲がりきらないようであれば、そばに支柱を立ててあげて、その支柱に寄りかかるように支柱に寄せて一緒に巻き上げるようにしてあげるとフィカスの曲げを作ることができます。そこからその柔らかい茎の部分が木質化してしっかりとした木になるまでは時間がかかるので、それはゆっくりじっくり仕立ててあげるっていうのを楽しんでください。あとフィカスを育てる点で注意してほしいポイント、フィカス全般的に若干環境の変化に弱いです。環境の変化って何っていうところなんですけど、まずは例えばご自宅にフィカスをお迎えした時、購入直後、これはお店の環境から皆様のご自宅の環境に環境が変化したことになります。これによって空気も水やりの頻度も日照条件何もかもが変わった環境になるので、フィカスは結構その環境の変化に耐えられずに葉っぱを落とすことがあります。これは本体が枯れたっていうわけではなく、フィカスが新たな新芽をご自宅の環境に合わせて吹き戻す、その作業をするために昔の環境に合っていた葉っぱを落とすっていうことが時たまあります。そこまでお店の環境、ご自宅の環境変わらなければ、葉っぱを落とさずそのまま楽しむことも全然できるんですけど、中にはそういった形で環境の変化で葉っぱを落とすことがある、これは一つインプットしてもらった方がいいと思います。万が一葉っぱを落としてきた、それでこれは吹き戻しをしているタイミングなんだっていう見極める方法は、葉っぱが落ちた箇所、そこの節から新たな新芽が出ているかどうか、ここをチェックしてあげてください。葉っぱを落としても脇芽から新芽が吹いていれば、それは新たな葉っぱ、ご自宅の環境に合った葉っぱを吹き戻している最中なので、吹き戻すのをじっくりゆっくり待ってあげてください。早ければ1ヶ月ぐらいで吹き戻して健康な葉っぱまた楽しませてくれると思います。あとは季節の変わり目、室内の環境の変化、これにも同じご自宅内でもフィカスはダメージを受けることがあります。そういった時にも同じく葉っぱを落とす可能性があるんですけど、それは徐々に慣れていけばまた新芽が吹き戻してくるので、ご自宅で管理してあげて、また新芽の吹き戻しを待ってあげてください。あまりご自宅の冷暖房の変化による枯れだったりとか環境の変化による葉っぱを落とすっていうのはあまり効かないんですけど、置き場所を変えた、例えばリビングにあったものを玄関に置き換えた、そういった環境の変化には若干ダメージが出る可能性があるので、ご自宅で場所替えをした時なんかも注意が必要です。ただどの時も同じです。葉っぱが落ちて新芽が出ていればそれは吹き戻しのサインなので、じっくりゆっくり新芽の吹き戻しを待ってあげてください。あとはフィカス属、結構私の自宅にあるものなんかはそうなんですけど、葉っぱが大判でホコリが乗りやすいです。こちらにあるバンビーノなんかは結構葉っぱが密集してつきます。同じようにフィカスのベンジャミンなんかも葉っぱが生い茂るんですけど、これらが病害虫の被害に遭った時結構潜む場所が多いので見つけにくいのと同時に、フィカス先ほど環境も変化によって葉っぱ落としやすいですよってお伝えしました。病害虫の被害による葉っぱの落ちるっていうのも結構早いです。病害虫の被害に当たるとダメージが顕著に出やすいので、それは注意してあげてください。万が一ハダニや貝殻虫見つけた時にはそれは除去してあげる、ベニカ等の殺虫剤で死滅させてあげる、それはやってほしいです。あまり目視で取り続けていても結構潜む場所が多い植物、特にベンジャミン系は、あとバロックなんかはそうですね、もう隠れて隠れてしょうがないような植物なのでダメージが顕著に出やすい、なので早めに対処してほしい。そういうところで自身で目視で取るよりも早めにスプレー使ってあげることをおすすめします。あとはフィカス、葉っぱが大判で
綺麗なものが多いので、こちらもリーグ社員おすすめします。ちょっと最近結構おすすめしてる商品なんですけど、ホコリの付着、静電気による付着を防ぐと同時に歯のツヤを取り戻すっていう作用があります。この歯のツヤを取り戻す、これフィカスにすっごくうってつけなんですね。もともと結構歯にツヤがある観葉植物なので、フィカスにこのリーフシャインしてあげると本当に綺麗になります。使い方はもう簡単で、軽くスプレーしてあげるだけで、もともとツヤのあるフィカスが本当に蘇ったように綺麗になります。こちらにもちょっとシュシュシュッとしてあげると、宣伝広告マンみたいになってますけど、本当にツヤツヤのピカピカに戻ります。このツヤがキープされるのと同時にホコリの付着を防いでくれる一石二鳥の便利グッズなので、ぜひご自宅にフィカスがある方、そうでない方でもおすすめします。一個注意してほしいのは、このリーフシャインシダ植物には使えません。なので先日お伝えしたアジアンタム、あとはズデーとかのシダ植物、それらの葉っぱの薄いものには使えないので、それは注意してあげてください。その代わりにこういったハズヤのいい肉厚なものにはぜひぜひ使ってあげてほしいです。リーフシャインが普及することを私は願ってます。あとはちょっとだけ品種をご紹介すると、今私がずっと手元に持ってました、こちらはフィカスルビーっていう品種です。ルビー、綺麗な可愛い名前がついてます。名前の通り葉っぱがピンクの艶やかなタイプのフィカスです。これはまだちょっと苗木程度なので赤さがあまり出てないんですけど、生育するごとにどん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 赤みは深まっていって、ほんと綺麗なルビー色になってきます。この苗木から育てていって、あとは日照条件よくしてあげると赤みがどんどん強くなって綺麗なルビーに育つので、これは明るい日差しのところで育ててあげることをおすすめします。あとは先ほどから私の隣にありました、葉っぱの形がユニークで私大好きなんですけど、これはフィカスバンビーノっていう品種です。バンビーノ、小人とか子供っていう意味ですね。和名ではカシワはゴムの木っていう風に名付けられていて、葉っぱの形がカシワの葉っぱに似ていることがそれに由来します。本当にそういった形でちょっとこう内輪状の形をしているんですけど、このバンビーノの特徴としては葉っぱの出方、バラが花咲くように重なり合いながら葉っぱが生い茂っていくところです。これはまだ結構小さいんですけど、大きい放牧になってくると結構海外のインテリアなんかで雑誌で見かけることが多いです。あとこのバンビーノの特徴としては、深緑の葉っぱに白い葉脈がくっきりと入っているところです。また結構力強い葉っぱなんですけど、これがクッと縮こまる、若干波打つような箇所があって、その波打つ感じもまたこう重なり合うのと相まって独特な雰囲気を出してくれています。また他のフィカスと若干違うのは、茎の部分が茶色い、それもまたこの葉っぱのちょっとシックな感じと枝が茶色い、そのコントラストが結構クールな印象もあるので、ご自宅のインテリアのメインカラーが黒でも白でも映えると思います。結構万能なフィカスだと私思ってるので、まだまだちょっとメジャーかどうかはわからないんですけど、私としては推したいおすすめの観葉植物です。あとはもうこちらですね、いつも私の背景彩ってくれてます。これはフィカスのティネケっていう品種です。ティネケめちゃめちゃ綺麗なんですよ。フの黄色、それが外葉の方に走っているのと同時に、緑の葉っぱの部分には若干その黄色が折り重なった箇所があって、深緑、そして黄緑で黄色っていうのがすっごく綺麗なコントラストで、葉っぱが1枚1枚どれも楽しめる品種です。あとティネケは葉脈、葉っぱの後ろの葉脈が赤黒いっていうのも面白いところで、これが表の黄色、そして葉の裏は赤、これって結構エキゾチックなんですけど、それを全部スモーキーな色合いっていうところが植物ならではの色味だと思っています。フィカスティネケ、なかなかお店で並んでること少ないかもしれないんですけど、見つけたらぜひ手に入れてほしい、ご自宅で可愛がってほしい品種です。私も大好きな品種なので、皆さんでぜひぜひフィカスティネケ楽しみましょう。揺れる感じも可愛い。この揺れるっていうのは結局ゴムの木の柔らかい枝あってこそなので、揺らしすぎ皆さんもフィカス楽しんでほしいです。
今回はフィカスのことお話しさせていただきました。いかがだったでしょうか。結構いろんな品種があるので一括りにお話しするの難しいかと思ったんですけど、フィカスのこの品種のこと話してほしい、この品種は他と違うのっていうご質問あればぜひコメントにお寄せください。できるだけ早めにお答えしていこうと思います。あとフィカス以外にもこの植物のこと紹介してほしい、こういった植物私育ててますなんてコメントもお待ちしています。皆さんのコメントに合わせてどんどん動画発信できればと思うので、ぜひぜひ何でもお寄せください。あと動画参考になった、そのコメントに答えたことによって ありがとう助かった、そんな感じで構わないのでグッドボタンいただけると嬉しいです。チャンネル登録もしていただけるとたくさんの人により拡散できると思うので、ぜひぜひチャンネル登録もお願いします。はい、皆さんお盆いかがお過ごしでしょうか。私の方は雨続きでちょっとお盆らしくないお盆続いてますけど、皆さんと一緒にインテリアグリーンを室内で楽しめればなと思い連日発信してきました。ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。くるみどりチャンネル、くるちゃん、今回はこの辺でバイバイ、また来週。